こんにちは、荒木和弘です。ちょっとこの図をご覧いただきたいんですけども、これはですね、いつも大学の授業で使っているものです。で、朝鮮半島をめぐる国際関係を説明するときに、これまあ6次方程式、つまり、6者協議のですね、日米中ロ南北朝鮮、これがどう絡むかということを、図式で表したものです。複雑ですよね。この線の数は算数で出てきたと思いますが、 6×5÷2 で15本の数になります。でこれにもし台湾問題絡むとですね、7カ国になりますから、そうすると7×6÷2で21本の線になる。でオーストラリアとニュージーランドの関係ということになれば1対1になりますよね。もちろんそんな簡単ではないんですけども、すぐあそこオセアニア の中心的な国ですから、この2国ということで線は1本なんですが、朝鮮半島の場合はもういろんなことがですね、さまざまに絡んできます。ですからこれ簡単にですね割り切ることは絶対にできない。で例えば日本と北朝鮮で直接何かやろうとするとアメリカと韓国を大抵邪魔します。でアメリカにとってもらうと、要は朝鮮半島はですね、ある意味めちゃくちゃになってもらっては困るけども、ある程度不安定であった方が、ありがたい。その緊張感が多少あってくれた方が、日本もですねやっぱりアメリカの側にいるわけだし、韓国も同様ですよね。で、いろいろコントロールがしやすい、ぶっちゃけた話は言えば武器も売りやすいということになります。今北朝鮮ボカスカ撃ってますから、それで、どうにかしなきゃいけないというふうになってます。で、ミサイル防衛だとかそういうところに金をかけるようになる。で、そうすると基本的にはアメリカの産業は潤うわけですね。もちろんそれだけで動いてる話ではないんですけども、そういう面があることは間違いがない。中国にとってみればですね、北朝鮮が多少危ない方が、これはなんか話があったらば中国行ってこいということでですね、要はヤクザの親分と子分の関係みたいなもんですから、ちょっとこうその子分が騒いでるのを抑えるためには、警察署長はですねヤクザの親分にちょっと、もう少しあんたと子分どうにかしてよということを、言えるわけですね。で、そういう外交的なカードにもなる。でも暴れすぎだとこれはまた困るということになります。で、ともかくそれぞれいろんな国のいろんな思惑が関わってくるのが朝鮮半島ですし、それから朝鮮半島の国っていうのはやはりどうしても周りが大国でですね、どこと戦争やっても勝てない。だから核持ちたいっていう気持ちが起きてくるんですけどね。で、そうすると周りの国の力をですね引っ張ってきて、でそれを自分たちの国の中の政局で使おうというふうにすると、もう日清戦争、日露戦争、もうみんな同じパターンでやってきています。で今でも同じことが繰り返されていると思います。でそういう中で我々拉致被害者を取り返さなきゃいけないんですね。で、キム・ジョンウンとですね、条件をつけずに向き合う、何をのんびりしたことを言ってるんだろうなと、もうこれはもう何度も言ってることですけどね、別にその表向きで口で言うのは構いませんが、その時に、それを全てでやっちゃまずいですよね。そこに何かをやっていかなければ必ずいけないね。表ではすっとぼけたような顔をしながら、実は裏では非常に狡猾な手を使うというふうにしていかないと、このややこしい状況の中でですね、国民に取り返すなんてことはまずできないと思います。すっとぼけたような顔をしてやってることもすっとぼけたんじゃもうどうしようもないですよね。で、何がどう動くのか分かりません。私なんかもですね、前会ったことで、ほら見ろと、俺はねこういうふうに言ってたじゃないかっていうようなことはよくあるんですね。自分はもう最初から分かってたんだというふうに言うことあるんですけど、実は分かりませんね。当たってなければですね知らん顔してるわけでね、大体テレビに出てる多くの評論家なんかもそういう人が多いです。で、予想したっていろんな要素が多すぎて当たらないんですよ。これはですね、碁盤をイメージしていただければ分かると思います。2人でですね白と黒の碁石で碁を打ってると、
でそこへですね、横から緑色の碁石とかですね、青い碁石とかですね、次から次へと他の色の碁石がどんどん置かれてきてしまって、一体誰が何やってるんだか分かんない、誰が勝ってんだか分かんないっていう状態がこの東アジアの状態です。だからもうこれから先もすごい面倒くさくて、おそらく誰がもう完全なあの勝者なんてものはおそらくありえない、だろうと思います。でそういう中で自分たちが思っていることをやっていくためにはどうすればいいのかということですが、まあ、方向性としてはやはりあのこの自由民主主義のですね、まあ少なくとも今よりは人権とかそういうことが保障された地域にしていくということが必要です。で、まあ、日本にとってはもちろん拉致被害者の救出が当然ですし、それからあの、まあ、北朝鮮が民主化されてで、安定した国になってくれると、まあ、これは統一するということになるのかどうか分かりませんけども、そういうふうになっていってもらうことがやはり必要であって、まあ、そのための努力をしなければいけないで、まあ、一応そういう方向性を持ちながらでやってきたことに対してですね、じゃあどうするかということで、ともかくチャンスがあったらば絶対に逃さないようにするということが必要ではないだろうかなというふうに思うんですね。この6次方程式、誰も解けません。だからもうこれはですね、あんまりものを考えないで、これはもう解けないんだという前提で、我々、もう単純に逆にものを考えてですね、こういうふうにするのが正しいだろうということをやる必要があるのではないだろうかというふうに思います。今日もありがとうございました。